ローハロー、フィルムスターのエイジです、今日はフリーランスと芸能事務所所属、どっちが有利なの不利なのっていうお話をしたいと思います。どの立ち位置によるかなんですけど、結論から言うと、日本で活動するのであれば、芸能事務所に所属している方がいいです。じゃあ実際に、そこに関してのお話をしていきたいと思います。じゃあまずはフリーランスのメリットとデメリット、まずフリーランスのメリットとしては何かというと、縛りがないので、自由に結構動けるんですね。なので例えば小規模案件だったり、海外の案件だったり、例えば海外案件もエキストラでもじゃあ2ヶ月どっかの国で滞在ってなると、なかなか事務所に入っていると難しいと思うんですね。なのでそういう小回りが効くっていうのが、もちろんフリーランスのメリットです。じゃあデメリットは何かというと、フリーランスなので信用度っていうのはものすごく低いです。交渉もできないことがほとんどです。じゃあ例えばですよ、あなたが撮影現場に行く日の朝に、交通事故に遭っちゃって、入院しなきゃいけないとなったとします。これは例えば車に突っ込まれて、仮にその事故が相手の責任だったとしても、でも実際に現場に行けてないのは事実ですよね。そうすると何が起きるかというと、じゃあその日の撮影のために現場にはスタジオ代だったり機材代だったり、他の共演のキャストさん、それからスタッフさん含めてもろもろいろいろなことがお金がかかって動いてますよね。で結局あなたがいなくて撮影できなくなっちゃうと、それをリスケジュールして他の日に撮影するのかキャストを変えるのかっていうことはあるとは思うんですけど、いずれにしてもその日に予定していた撮影ができなくなってしまったら、さっき言ったようなお金っていうのが何百万単位、時には千万単位で損害賠償が出てしまうんですね。そしたらじゃあそういう時にどう交渉していくかってなると、企業対企業で、自分の入ってる事務所が、制作会社さんだったり代理店さんとこうお話をしていくっていうことになるんですけど、じゃああなたがフリーだったらどうなるかというと、誰もそこを守ってくれる後ろ盾がないですよね。そうしたら、自分には過失がない、車に突っ込まれちゃったんだって言っても、結局それで撮影ができなくなっちゃったら、そのじゃあ何百万円の損害賠償を、原因であるあなたが支払えますかっていうところなんですよね。そうするとおのずとそのリスクを、避けたいっていうふうに思うのは当たり前のことですよね。なのでやっぱり信頼安心っていうところで言うと、フリーランスっていうのはちょっと弱いです。だいぶ弱いです。あとはフリーランスになると、今までのようにその事務所が、お仕事の案件を、持ってきてくれたりってことはないので、情報収集能力っていうのが問われます。つまりどうやって、仕事の案件のチャンスを自分で、見つけ出して持ってきて、いけるようにするかってことですね。これは、フリーランスだと全部自分でやらなきゃいけないので、そこはデメリットというか、そうですね、デメリットですね。じゃ次に芸能事務所のメリットとデメリット。メリットとしては、大きな案件が来たり、単純に案件数が多いっていうのはそうですよね。それは日々、事務所の皆様が、仕事をこう取りに営業に行ったり、チャンスを掴んだり、コネクションを作ったりっていう風に、そういう努力の上に、皆さんにこう仕事のチャンスを持ってきていただけるっていうことなので、そこはフリーだったら全部自分でやらなくてはいけないので、その部分においてはやっぱり芸能事務所さんにいるっていうことのメリットですよね。またフリーの時にも触れたんですけど、信用度がありますよね。ちゃんと企業としてので、ちゃんと企業としてそういう信用度もあるし、交渉もできると。フリーだったら、フリーな、シャレみたいになっちゃった。フリーだったら、フリーな立場であるものも、ちゃんと企業として、適正な交渉をすることができるっていうことです。デメリットとしては、
やっぱり事務所はあなたという商品が働いてくださることで、その手数料、マネジメント料っていうもので、ビジネスにしています。なので、あなたが働いてくれないと、要は事務所としてもこう運営がうまくいかなくて、あなたをバックアップすることすらできなくなっちゃうんですね。そうなるとやっぱり事務所にとって、ちゃんとあなたをバックアップし続けるための資金を、供給するっていうのはとても大事なことなので、そのために、応募に際しての制限があったりとか、日程、まあ、スケジュールとか見た目っていうのは事務所に、情報って言い方は変なんですけど、ちゃんと事務所と話し合って事務所として OK していただくものに、出演していくっていうことがとっても一緒に続けていく上でのキーポイントになってます。フリーと違ってあなたが全部 100% 決定権を持っているわけではないっていうところですね。で、ここからがちょっとフリーと事務所に関してざっくばらんに話していければと思うんですけど、さっき触れたように、事務所の皆さんっていうのは日々の営業をしてくださっているので、初めてフリーでは取れないような案件を持ってきてくださったりとか、いろんな案件数を持ってきてくださったりしているわけです。で、ものによってはオーディションにすらならないものだったりとか、例えばドラマだったらスポット枠じゃない限りはもう主要キャストっていうのはもうここの、事務所とか、ここの内々の中で決めていきましょうっていうことで、その皆様のその営業とかそこの努力の部分で決まってくる部分がたくさんあるんですね。そこを考えると、じゃあフリーランスだとそこの部分っていうのは望むことすらできないっていうことなんですよ。で、さっきも言ったようにフリーランスっていうのは小回りも効くので、本当に自分のやりたいことがこう決まっていて、自由に動けるような形じゃなきゃいけないとか、最初にまずキャリアが全然なくて、そこを作っていくっていう意味では、便利かもしれないです。というか、むしろ事務所に入らなくてフリーで動いたことによって、いろんなつながりとか経験ができるっていうのもあります。ただ、もし日本の業界でやっていくってなって、ちゃんと、ドラマで主要な役を取ったりとかっていうことを考えると、先ほど言ったようにフリーだといけない限界点っていうのがあるので、その場合には最終的に事務所にいないとたどり着けないものがあるっていうことは知っておいてください。あとはですね、俳優の方で、勘違いしやすいというか、勘違いしないでほしいのは、芸能事務所に入ったらゴールって思ってる方が結構多いんですよね。っていうのは、フリーランスの時から始まって、芸能事務所に入ると。で、これは一つの大きいポイントだと思うんですけど、じゃあ芸能事務所に入ったら、あとはもう、事務所が全部マネジメントしてくださって、その敷かれたレールの上を歩いていったら、もう自動的に仕事が来て、決まっていって芸能界で食べていけるっていうようなことを考えている方がいるんですが、ノン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 です。もちろん芸能事務所に入ることでさっき言った信頼だったり、新しい案件のチャンスが来たりっていうのはあるんですけど、あくまであなたと芸能事務所っていうのは一緒に歩んでいきましょうっていうことですよね。なので芸能事務所に入ったから、自分がもうあとは何もしないっていうのは全然違います。事務所に入っても、ただ受け身になってるだけだと何も変わらないです。事務所はあなたに仕事を取ってもらいたいと思うし、あなたも仕事を取れるような人にならなきゃいけないですね。芸能事務所に入ったらゴールっていうわけじゃなくて、ちゃんと常に情報を意識して常に自分を高めて、で、事務所をパートナーとして同じように話をして、どういうふうに進んでいくかっていうのはお互いに努力することがとっても大事です。事務所選びに関してもいろいろ聞かれることがあるんですけど、一概にこの事務所に入ったからいいっていうことは言えなくてですね、じゃあ例えばすごく大手の事務所に入ったらじゃあそれでいいのかというと、まあじゃあ大手の事務所に入ってもし人数が多かったりしたら、結局マネジメントをしてもらえなかったらないのと同じですよね。なので大きい事務所に入ってももしマネジメントしてもらえなかったら、
それよりも普通の事務所に入ってマネジメントをがっちりしてもらえる方がありがたいこともたくさんあります。あとは自分が例えば、広告をやりたい人間なのに映画ドラマ畑に強い事務所に行っても、自分のやりたいことはないかもしれないです。どういう案件を扱っている事務所なのかっていうことで、自分のやりたいことと合致するかっていうのは、すごく見極めの大事なポイントですね。で、それからまあ業種に関してもそうなんですけど、自分が俳優をやりたいのに、ミュージシャン事務所に入るとか、自分が俳優をやりたいのに、モデル事務所に入る、もちろんそういう案件があるかもしれないんですけど、なんかそこに入ってから、自分のやりたい案件ってこういう感じなんですよ、こういうんじゃないんですよっていうのは違いますよね。だってあなたが望んで入ってきた事務所なので、なのでその事務所選びの時にただ単純に皆さん、どれだけ大手かとかっていうところだけで見る方が多いんですけど、じゃあ実際にマネージメントがどのくらいしてもらえるのかとか、まあ実際に例えば少人数事務所の方が、がっちり見てもらえるかもしれないですよね。なのでその辺のどういうふうにマネージメントをしてもらえるか、どのくらいの人数がいるのか、それから自分がやりたいと思う方向性のことに近い事務所なのか、それから自分がやりたいと思っている案件に強い事務所なのかということで、一口にただ名前が知られている大手だから絶対いいっていうことではなくて、事務所っていうのはあなたのパートナーになる存在なので、自分がこう望むカラーだったりやりたいっていうことと、合致をするところ、そういうところを選んでいくとお互いに同じ道を歩みやすいのかなっていうふうに思います。ということでちょっと本当にさらって感じなんですけど、まあフリーランスと、芸能事務所、どっちがいいのっていう質問があったので、お答えさせていただきました。で、一番最初に結論では、日本でやるのであれば最終的に芸能事務所にいる方が、いいですよって言ったんですけど、あくまで例えばその日本でやるのであればっていうことですね。もしかしたらその海外でやりたいとか、インフルエンサーとしてやりたいとか、そういう場合には事務所にいなくてフリーランスの方が、動きやすいっていう場合ももちろんあります。もしあなたが日本の業界でガッツッとやっていきたいとか、っていう上であれば、まあ最初フリーランスから始めてもいいんですけど、最終的には芸能事務所にいないと、できないお仕事とか、たどり着けない場所っていうのがあるので、そこの制限を外す意味だと芸能事務所にいるっていうことが、最終的な立ち位置の理想ではあるかなと思います。ということで以上、フリーランスと芸能事務所に関してでした。それではまた次回。